さんの琵琶湖バイタル研究所スタート。こんにちは、新琵琶美です。私は、この道25年のキャリアです。実際にはその肩書きは強運アドバイザーとして、世の中に出ております。はいはい、はい、になっちゃった。いや、新琵琶美さん、はい、やってるその占いとかってどんな種類があるんですか？私は主にその霊視とか投資とか、それからまあお悩み別で、お祓いだとか、はいはい、そういうこともやっています。お祓い、はい、はあはい、それから祈願ですね。祈願っていうか、その人がなりたい自分になりたいとか、そういうことを叶えてあげられるような祈願ですね。はい、それができます。あと、なんか他にもいっぱいありますよね。ありますね。他は、各種鑑定ですね。手相とかね。手相とか、人相学とか、何でもやります。女子に人気の占いとかってなんか？手相ですね。あ、手相が一番人気。はい。それからあとは、霊能力ですね。やっぱり霊能力を使って未来予知をする。なんか守護霊がついてるとか。そうです。オーラが見えるとか。そうです、そうです。はいはい。はい、そんなんもまだ番組でもやってくれるんですか？番組はできないか。番組はできないけれども、YouTube だけでしょうか。YouTube はもうバリバリできますよ。ま、YouTube やってもらいましょうか。はい。新琵琶美さんの、はい、さっき言ってたハイパー占いってどんななんかこう、そうですね。アメージングだけじゃなくて、こうなんか具体的にちょろっと言うと、どんな占いなんですか。具体的に言えば、街の占いが悪いとか言うんじゃなくて、普通のね、あなたは、来年こうなりますとか、そういう占いではなくて、もっと次元の高い、もっと未来にはこんな素晴らしいことがあるよみたいな、その私の予知を使ってお伝えします。絶対にこれってその人の将来に役に立つはずだと思ってます。それがハイパー占いです。またあれですね、うちのその出演者にね、やっていってもらって、はい、それを YouTube で流していきましょうか、はい、一回。はい、よろしくお願いします、はい、あと新琵琶美さんのそういう今後を目指していく場所みたいなもう聞いてみたいですね。宇宙ですね。宇宙宇宙を目指すんですか？宇宙目指す。前澤さんですか？そうです。飛んでいきます、どこでも。どこでも、はい。ということは、こういう世界って異次元っていうか、いいんですかね、4次元というか5次元というか、もう思ったらすぐに飛んでいけるようなところなんですよ。だからもうそこを目指したいですね。神にはなりません。何の神様にはなりませんけど、宇宙に行って皆を見下ろす。何の裏か分かりませんけれども、はい、でもなんかそういうこう占いは楽しいもんだっていうことを、やっぱりこうそこをやっぱり目指していきたい、認知を上げていきたい、はいはい、っていうのも、まあ、占いをね、そう、なんかもっとこうもっと楽しんで手軽にこう楽しんでいただいて、そうです。怖いものじゃ絶対にありません、うん、確かに怖い怖いってよく聞きますね。そう、うん、あとまあ、バイタル研究所に出ていただいてて、はいはい、まあ、バイタル研究所でこんなことしてみたいなとか。そうですね、暴れたいですね。じゃあこれからもちょっとバシバシ、やっぱり強運になるためのアドバイスは、ね、やっぱり、はい、やっていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録してくださいね。お願いします。